柏原市立国分中学校は大阪府柏原市にある公立中学校。1950年に現在地に設置された。毎朝10分間の読書活動を実施している。1947年の学生改革の際、当時の南河内郡国分町の中学校として国分町立中学校が設置された。 国分町立中学校は国分町立小学校内に校舎を設置していた。翌1948年には近隣の南河内郡古市町にあった学校組合立本田中学校に合流する形で国分町立中学校は廃校となっている。しかし国分町在住の生徒にとって通学が不便で学校教育上の効果が上がりにくいとして、 再び町独自の中学校を設置する計画が持ち上がった。現在地に高知を求め、1950年に国分町立中学校として開校している。その後1985年には柏原市立玉市中学校を分離している。地、徳、体の調和的発達を遂げ、自らの生き方の充実を目指し、主体的で創造的な人格の完成を図るために、 次の目標を設定する。自ら学び、考え、進んで実行しよう人の立場を思いやり、協力して、ことに取り組もう物事を、客観的に考え、社会のためになる自分を作ろう。自分の言葉で、自分の意志を相手に伝えよう体を鍛え、心を磨いて、粘り強くやり抜こう。ありがとうございます。